どうもフランチェスカです。さあ今回は私のお気に入りのピアスたちを紹介したいと思います。お家の中でいる時間が増えるとどうしてもねネットショッピングがはかどりますね。ということで、まあ、新しいピアスも買ったんですけど、この前作った動画に春のピアス、まあ、春っぽいピアスを紹介するっていう動画を作ったんですけど、その中に含まれていたものもあるんですけど、今回はですね、私の大好きなピンク色をテーマにしたピアスたちで耳全体をトータルコーディネートしていきたいと思います。まず私の左耳全部今珍しくピアスを外しております。ここに色々つけていきたいと思います。上の部分から順番につけていきたいと思います。まず一つ目はこちらです。じゃーん、めっちゃ可愛いピンクゴールドの色味をしています。鍵の形をしたピアスです。これが太さが14ゲージのものになります。ありました。わー、かわいいですね。長さもぴったり。ちょっと私角度がね、ヘリックスの角度が悪かったやつなんですけど、シャフトもぴったりです。そして次がこちらです。これもね、ピンク味が強いピンクゴールドよりピンクっていう感じのストレートバーベルです。これも太さは14ゲージ。これはね、かなりシンプルなピアスなんですけど、こうごちゃごちゃしたものをいっぱいつける中に一つ二つこういうのが貼ったらね、いいと思うんですよ。つなぎ的な感じで。そして次はこちらです。これはお家で引きこもり中に買ったものになるんですけど、すごく前々から欲しかったピアスです。桜の形モチーフをしたピアスです。これ本当はこの前のモチーフの部分だけ売ってたんですけど、後ろ側のシャフトとボールは自分が持ってた色が合いそうなゴールドをつけています。本当はもうちょっと早い時期に欲しかったんですけど、完売しててなかなか手に入らなかったんですよ。桜が大好きすぎて、桜のピアスを見つけるとついつい欲しいなって思っちゃいますね。よし、こんな感じです。桜なんだけど、周りのフレームがゴールドだからすごく洋風な感じもするし、豪華で一気に華やかになりますね。そして次はこちらです。これもね、友達がくれたものなんですけど、フレームの部分がゴールドなんですけど、ピンクっぽい色、まあ、薄いピンクとか濃いピンクとかのキラキラがいっぱい密集しているピアスになります。多分シャフトとボールの部分は後付けで、さっきの桜のピアスみたいな感じだと思います。これはこの状態でいただいたので、シルバーのシャフトとボールを使いたいと思います。これはシャフトが16ゲージつきました。こんな感じです。すっごい一気にキラッと豪華になりました。さあそして次、これは前の動画でも紹介したのと同じなんですけど、ピンクのストレートバーベルなんだけど、モチーフがちっちゃい星の形をしている可愛いピアスです。これも16ゲージの太さになってます。はい、つきました。おお、サイズぴったりだ。感覚とかがめちゃくちゃいい感じです。そして最後、私の耳の中で一番下のロブの部分、もうファッションピアスを一般的につけるんじゃないかなっていう部分は、でもファッションピアスをつける感じで楽しんでいるので、今回そこに入れるのもファッションピアスです。こちらです。春ピアスを紹介した時に出てきたのと同じなんですけど、桜のモチーフになってるピアス、これが割と大きいやつです。で、後ろはファッションピアスなので、普通のというか細めの18ゲージから20ゲージぐらいの太さの、まあ、ごく一般的なピアスの太さのシャフトとキャッチがついてます。で、これを一番下に入れて完成しました。すっごいきらびやかになった。一気に耳がピンクとピンクゴールドで統一されています。すごく可愛くて、全部一個一個がお気に入りです。ということで、今回は最近ゲットしたお気に入りのピアスを使ってトータルコーディネートテーマをピンクに統一してみました。まあ、こんな感じでね、好きな色を集めてつけるだけでもね、パッと見統一されててすごくいい感じに仕上がると思うので、みんなそれぞれ好きな色でまとめて楽しんでみるのもいいんじゃないかなと思います。ぜひ参考にしてみてください。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。他にもピアス関連とか髪の毛関連の動画を作ってアップしておりますので、興味を持ってもらえたらチャンネル登録、そして気に入ってもらえたら高評価もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。まず一つ目、こちら。